ちょこっと京都に住んでみた。は、テレビ、大阪製作により、年末ドラマスペシャルとして、テレビ、東京列6局ネットで2019年12月29日の11時25分から12時50分に放送された、テレビドラマ。主演は、木村彩の。観光地に一切行かない京都案内と、住んでいる人しか知らない京都をコンセプトに、 東京でデザイナーを目指し挫折した女性が京都の町屋に住む王子の下で過ごす5日間を通じて次第に心がほぐれていく様をドキュメンタリードラマの手法で描く第57回ギャラクシー小シテレビ部門奨励賞を受賞し2020年7月25日の14時5分から15時30分に再放送された仕事を辞めて実家に戻り暇にしていた 高等カナは母から怪我をしたという王子、王がシュゲルの身の回りの世話をするよう頼まれて、東京から京都へとやってくる。王子の怪我は大したことはなかったが、せっかくだからとカナはしばらく京都に滞在することにする。長く京都に暮らし様々なこだわりを持つ王子からお使いを頼まれたカナは渡された手書きの地図を頼りに自転車に乗って、 大おじこだわりの店店を連日訪ねる。さらに、自分の好きなものは自分で探すようにという大おじの言葉に、美味しい和菓子や屋や隠れた絶景を求めて、缶を頼りに京都の街を気ままに巡る。訪れた先々で出会う人々との穏やかな会話、住むことで初めて目に触れる、若い女子には目新しい奥深い京都の生活文化、ゆったりと静かに流れる時間。 好きなデザイナーの職を辞め人生に失敗したという、かなに、王子は、人生はもっとシンプルに、何でもやって好きなこと一つずつ増やしていけばいいと、語る。五日間の滞在を通じて、次第にかなの心は、ほぐれていき、ちょっと大人になったと東京へと戻っていく。ありがとうございます。